今朝、泉区八乙女の交差点で車2台が衝突し、歩行者を含む5人が病院に搬送されました。このうち車に乗っていた男性が死亡し、歩行者の60代の男性が大けがをしました。警察と消防によりますと、今日午前8時ごろ、泉区八乙女中央1丁目の県道交差点で、直進していた乗用車と右折しようとした乗用車が衝突しました。近くにいた歩行者も巻き込まれ、運転手と歩行者ら合わせて5人がけがをして病院に搬送されました。このうち直進側の車の助手席にいた10代とみられる男性が病院に搬送され、その後死亡が確認されました。また歩行者の60代男性が頭を強く打ち、顔にガラス片が刺さるなど大けがをしました。現場は地下鉄八乙女駅から北に100メートル離れた交差点で、通勤時間帯と重なり、周辺の道路では渋滞が発生しました。警察が事故の原因を調べています。